昨日プロレスリングノアの社長でレスラーの三沢光晴さんが広島市内で行われた試合中にバックドロップを受けて頭を強く打ち動けなくなったのです。本日のメインイベント GHC バック選手権試合6トップ一本勝負は、本日のメインイベント GHC バック選手権試合6トップ一本勝負は、何が起きているか誰も分かっていません。懸命に声援を送るファン。しかし、控え室からも心配した選手が出てきました。どうしていいか分からず立ち尽くす選手たち。そしてマットの上で動かなくなった三沢光晴さん。およそ6分後、救急隊が到着。心臓を蘇生させる装置 AED も運び込まれ、その場で応急措置が始まりました。
そしてついに緊急搬送されることに。救急隊の応急措置にもかかわらず意識が戻らない三沢さん、ついに。市内の病院に緊急搬送されることに。しかし懸命の措置も虚しく、午後10時10分死亡が確認されたのでした。